この1年、特急から1年経って演奏の機会っていうのは本当にたくさんいただいて、すごい貴重な機会だったんですけれども、そのソロだけにとどまらずアンサンブルという面でたくさん演奏の機会も多くて、その音楽を通して人と触れ合えるっていう面でたくさん勉強になった部分があるかなと思います。今日はシューマンの一番のソナタ演奏するんですけど、シューマンの作品をもともと私すごい大好き でこのソナタの一番っていうのは特にずっと前から弾きたいと思っていた曲 で今こうして特急のコンサートで演奏できるということで本当に心から嬉しく思っております。一番の作品はシューマンが20代の時に書かれた作品 で今までそれまではこういうソナタっていうものを書いたことがなくて、で初めて20代でこの一番のソナタを書いて、奥さんであるクララに対する思いとか、その自分の心の苦しみとの葛藤とか、その苦しみながらももがいてもがいて、その中にも喜びとか幸せを感じているような部分っていうのが私はこの曲ですごい感じ取れて大好き でも4楽章から構成されているんですけど、1楽章の繊細な感情の揺れ動きとか、2楽章だと歌曲に基づいて書かれているので、その美しくて流れるような旋律だったり、3楽章になるとちょっとシューマンらしいユーモアのあるリズムっていうのがすごい特徴的で、で途中でポロネーズ風の空気感が流れて、でまたシューマンの面白いリズムが流れて、で最後は4楽章でシューマンの心の内をもうよりダイナミックに描いているっていう部分があって、もう語り始めたら喋り始めたら止まらなくなっちゃうんですけど、もうそういうそのシューマンの繊細な本当に感情の揺れ動きっていうのをこのコンサートを通して皆さんと一緒にシューマンの世界を堪能できたらいいなと思います。
Thank you.
この1年間はピキナさん の, あのコンサートに出演させていただけることも多くて、人前で弾くことの楽しさもすごい分かってきたんですけど、その分やっぱりもっと丁寧にあの練習一回一回をやっていかなければいけないなと実感しました。通学にすごい時間かかってしまって、時間のやりくりっていうのはすごい難しいんですが、そのある時間の中であのできることをやろうと頑張っています。もともと僕ドイツものというものがあんまりあの得意ではなくて、で弾くこともそんなにあの多くなかったんですけど、今回この曲を選んだ理由は25個の変奏曲でそれぞれ全く違ったキャラクターが描かれていて、とても面白いと思ったし、最後のフーガはあの壮大に終わるんですけど、そのブラームスの思いがすごい伝わってくるというか、そのような曲だったのでこの曲にしました。ブラームスの大きな曲っていうのは今までやったことがなくて、これが初めてなんですけど、やってよかったなって思うし、これからもっとなんかブラームスについて知ってみたいなと思います。Thank you.
Thank you.
いろんなところに、呼んでいただいたり、それから、まあ、ソロとは別なんですけど、いろんな各地の、子どもたちと一緒に共演をさせていただいたりと、自分の好きなことにより集中して取り組めたっていうのもありますし、自分の大学院卒業とかぶって、ブラームスについての論文を書いて卒業もして、また、ソロの方ではベートーベンとブラームスのこの2人の僕の大好きな作曲家に集中して、取り組めてきたので、すごく忙しいながらも自分の中ではとても充実した1年だったかなというふうに思っています。今日演奏するベートーベンのソナタなんですけど、1番から4番までの本当に最初のソナタから比べると、4番を作曲した後のベートーベンとまたちょっと違うんですね。なんか若さから一旦もう一回練り直して小規模になりつつ、だけど内容的にはものすごく濃いものっていうところにあるこの2曲で、自分もこのピティナのグランプリをいただいて1年が経って、ここを節目に一旦自分の中でもう一回勉強し直そうというところのこの気持ちをベートーベンから見習いたいなということで、この2曲を選択しました。
もう自分が特急に挑戦してから1年が経つと思うと本当にいろいろあっという間だったなって思って、いろんな思い出が鮮明に思い出されるんですけれども、とにかく自分らしく楽しんで演奏できる姿を見れるように私は心から応援してます。また今年のピティナの夏を楽しみにしてます。特急っていうのはとてもハードですごい疲れると思うし、本当に大変だと思うんですけど、この聞いてくださる方のその温かみにその救われた部分は僕も何回もあって、本当に言葉では言い表せないほど大変だと思うんですけど、プレッシャーとかにも負けずに頑張っていただければと思います。応援しています。頑張ってください。すごい自分との戦いというか、自分自身をこう否定してまた高めてまた否定してっていう、自分の中の心の中でぐる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 する1ヶ月、自分はそうだったんですけど、何かその作業をした後の1ヶ月後の自分がどれだけ違う景色を見れるかということを一つ楽しみにして、どうか頑張っていただきたいなっていうふうに思います。